おお、三日三晩歩き通しでようやく町にたどり着いたな、ワット。なぜこんなところにこんなポスターが。出てきやがれ。さもないと酒場ごと蜂の巣にしてやる。おじちゃん、おじちゃん、行くぞマッド。ああ、ディオの面を拝みにな。私も行こう。あんたは残ってない。万が一俺たちがやられた時、ここを守るのはあんたしかいねえ。負けないよね。心配すんな、この俺がついてるんだぜ。信じてるよ。てめえか。ファイクたちを可愛がってくれたな。なんとか言いやがれ。マッド。ははい。どうやら逃げちまったようだな、おめえの相棒は。待て。私が出る。パパ、下がってなさい。ビリー。はあ、腰抜け保安官に何ができる。心配いらんよ、きっと。足手まといにはならない。残念だが、あんたには荷が重いぜ。ここでキッドがやられちまえば、この町の金も独り占めと思ったが、てめえの首をいただくのはキッドじゃねえ。このマッドドッグ様よ、あんたは戻ってな、保安官さん。すまない、頼む。
は笑わせるぜ。野ネズミ一匹増えたところで、この俺のガトリング銃に勝てると思うか。できねえで。そんなもんか。かすりけずよ。ちょっと悪かったよ。おじけづいたか。遅えんだよ。馬、ディオは馬に？聞いたことがある。第七騎兵隊はスー・シャイアンの連合軍によって全滅させられた。ただ一頭の馬を残して。あの馬に死んでいった騎兵たちの憎しみが集まったのかしら。かもしれんな。ありがとうキッド。いや、名も知らぬ旅の人。喜ぶのはまだ早いぜ。キッド、俺たちの決着はまだついてねえ。
ディオをやるために一時的に手を組んだ。そのはずだろう。そうだな。やめてよ、二人とも。二人でディオを倒したのに。口出しすんな。これは俺たち二人の問題だ。そうだろう、キッド。そうだろう、キッド。行くぜ。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。また会おうぜ。行っちまうのか。行っちまうのか。ああ、君には何とお礼を言っていいか。おじちゃん、どうもありがとう。それから一つお願いがあるんだ。あのバッジなら私はもういりません。形だけでない本当の保安官の資格を手に入れた気がしますから。お待ちよ。あんたに謝らなくちゃならないことがある。本当は金なんてこれっぽっちも残ってないのさ。許してくれるか。怒ってるんだね。ごめんよ。金ならあったさ。守ることをもう一度教えられたあんたたちに。きっと凄さで西部にその名を轟かせた名保安官。あまりの銃の腕に決闘を挑む者が絶えず、彼の町はいつしか無法者が押し寄せることになった。そして自らの首に賞金をかけお尋ね者となり、死に場所を求め荒野をさすらう。きっと
また会ったな。まったくとことん腐れ縁だな。今度こそ決着をつけるぜ。この馬か。あのディオさ、気性の荒いこいつとは相性がいい。俺様の新しい相場にすることにしたのさ。抜け気道。舐めやがって。まだ俺をやらねえってのか。待ちやがれ。てめえ、また手綱を。おい待て。Yeah!